消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがあよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、ヒロトです。そして、はい、どうも、クレイジーピーでーす。お願いします。お願いします。はい、今日はどうしました？今日は、P さん最終日かな、ほとんど。そう、最終日ですね。最終日になりますよ。で、なんとここはニューポーハウスですよ。ニューポーハウスですね。泊まってますよ、泊まれた。で、ちょっと泊まってるのでなんかあるんですよね。ありますよ、やっぱり P さんのグローブ障害を。あ、なるほどね。せっかく増えたからね。増えたんで、増えたからね。はい、オッケー、まあ、やっていきましょう。やっていきます。で、今日はね、どれを紹介してほしいんですか？今日はめちゃくちゃ紹介してほしいものがありますよ。はい、それではたくさんたくさんありますね。多分ね、俺5つ増えたんですけど、はい、そのうちの気になるものっていうのを、そうですね、3つぐらいでいいかな、3つぐらいですかね。うん、紹介しようかなと思ってます。 ありがとうございます。はい、では早速紹介していきたいと思います。ではやっていきます。まず紹介したいグローブがこちらになります。ほいどん、これこれね、やばいっしょ、やばいっすよ。何かわかりますか？ GS ミットっすよ。そうなんですよ、これ GS ミット。前回かな、はい、ヒロともいたと思うんやけど、しましたよ、モンタナさん、モンタナさんでちょっと裏でね、こそこそ書き申してたものがこの GS ミットをオーダーして、オーダー用紙に記入してるたっていうね、来ましたね。はい、来たんですよ。かっこよ、それやばくないですか？やば。大井くん情報によると、まだ GS ミットをね、オーダーで持ってるのは僕だけっていうことなので、第1号ですよ。はい、世界で一つだけの GS オーダーミットですね。やば、いいわそれは。やばいっしょ、いいわ。で、これはね、補給面ネイビーで、背面カラーをグレーで、イエローのレースにヘリ側がパープル、かっこいいなこれ。で、ステッチ紫パープルですね、もパープル入れた。で、珍しく刺繍はノン刺繍。いや、珍しいっすよね、はい、P さん的に。そうそうそう、珍しいんやけど。で、作った GS ミット、ラベルがかっこいいな、これね、シルバーで、シルバーのラベルが、はい、やばいな。この色ね、グレーとシルバーを合わせる感じで最高っすよ、作らせていただきました。他になんかこのミットで聞きたいことある？特徴ですよ。特徴はね、なんといっても特徴はむちゃくちゃコンパクトな横型で、すごい薄いマチになってますね。あー、はい、やっぱりそこ重要っすね、薄いマチっていうのが重要ですね。そしてなんといってもこれめちゃくちゃ軽いミットです。やば、それはやばい。これ 600g 前半だったかな、 625g ぐらいしか公式用のミットでないっていうのは、激軽のミットでめちゃくちゃ音が良くて、芯もしっかりしてるし、皮も張ってる。マジか、かっこいいな、うん、多分俺のエースミットになるんじゃないかっていう候補の一つのミットではありますね。はい、はい、ということで GS ミット、はい、一つ目紹介させてもらいました。ありがとうございます。はい、次は何やと思います？次は何ですかね、楽しみですよ。次楽しみ、はい、はい、多分これね、ヒロトも知ってると思うんですけど、そうですね、これメーカーはマーロン、マーロンのオーダーグラブですね。やばいな。これもね、型番が I の02型でオーダーしてます。なので、まあ、I の01型の 5mm アップっていう感じですね。指股がついてないバージョンですね。クロスウェーブって感じですけど、これね、色がオレンジ、やば、はい、ツヤエグい、ツヤエグいですね。オレンジででレースはブルーで、ヘリ側もブルー、マーゴの直視でラベルがサックスと影にオレンジ、かっこいいなこれっていう感じになってるんですね。やっぱめっちゃ可愛いと思うんですけど、これ何をイメージしたのかっていうと、はい、下関の剣花とか剣のフルーツが、ね、夏みかん色のオレンジ色と下関といえば津の島が有名なんで海ですよね。海っすよやっぱ、はい、めちゃくちゃ綺麗海なので海の青色っていうのを入れさせていただきました。いいっすね。で、さらに、この1日1勝とね、はい、特別の刺繍、これスカイブルーで入ってるんですけども、これはラベルと一緒でスカイブルーに揃えたのは下関の空、そういったイメージも込められています。これに、特徴に当てはまるのが、海がね、綺麗っていうのがね、静岡の海が綺麗なので、静岡のグローブとコラボしてやってみたいなと思ってたのを作れました。埼玉県にないイメージの色確かに一番のこだわりがこの
福福マークって言われるマークがあるんですけども、はい、これは下関市のですねシンボルマークとなっているマークになります。なるほどですね、はい、でこれ市の方にですね許可取らせていただいて刺繍を入れさせていただいたっていう形になってます。はい、これまだ試合ではね使ってないんですけど、非常に革がしっとりしてて張りがあって硬いいい革になってますので、はい、めちゃめちゃツヤもありますし、むちゃくちゃ気に入ってる一品になります。はい、以上マーゴの I02 型でした。かっこいいな。自分本当に指窓なしでも結構開くんですよね、うん、これそう開く、ここに抜ける必要なくて、うんうん、弾がなんで本当に指窓なしの方がいいかもしれないですね。まあ、あマジですか。自分は指窓ありでオーダーしましたけど。あマジで。はい、なるほどね。はい、まあ結構ねその辺は人の使い方によって変わってくるんやと思うんですけどね。そうですね、うん、どう思ってみた感覚。軽いっすよやっぱ軽い。はい、うん、オレンジがいいよね。オレンジがいいし組み合わせが最強すぎる。これやばいっしょ。やばいっすこれ。唯一無二のグローブができたと思っております。マーゴマーゴっすよ。やばいっしょ。はい、さあ次どれを紹介しようかな。よしこれにしましょう。最後いきますか。はい、これ3つ目のグローブ紹介させてもらいます。はい、それがそれもこちら3つ目じゃーん。これもマーゴですね。マーゴですよ。はい、マーゴ実はオーダー2つしてまして、これが僕の今エースグラブ、エースグラブ、おー、うん、となってるグローブですね。これはさっきのものとは違って、これが T の03型といいまして、はい、これは指股ありのタイプになってます。はい、普通常の既定品の、やつよりこれも 5mm アップで作ってるので03になってるんですけど、なんで結構サードで開くしサード守るにはちょうどいいサイズかなっていうグローブになってます。はい、でこだわりとして配色がネイビー、背面ネイビーの補給面もネイビー、これは基本のカラーとして使って、小指の外側がキャメルで、親指の外側もキャメルで、玉はみでキャメル、この差し色でキャメルを入れる。やばいね、この組み合わせ。多分ね、これありそうで結構なかった配色で全然見ないですよね。うん、結構気に入ってる配色になってます。レースはグレーですね、を使わせていただいてるグレー好きなんですよ。で、ステッチはね、これピンクになってます。かっこいいな、このピンク。そう、ピンクめちゃくちゃかっこよくて黒と合ってる。そう、ネイビーねネイビーだ。ネイビーですよ。はい、ネイビーで合ってるんですけど。疲れてますよ、私。はい、疲れてるね。疲れてますよ、めちゃくちゃ。で、ネイビーでやってるんですけど、これのこだわりポイント、はい、塗っていきましょう。まずさっきのオレンジもそうなんですけど、人差し指の指当てではなくて玉はみカット、玉はみカットっすよっていう感じでやらせていただいてますね。次、薬指も玉はみをカットしてオリジナル刺繍入れさせてもらってます。かっこいい、これマジで。これやばくないですか。やばい。これ何かわかる。後ろについて帽子っすよ。帽子、帽子、そう、マーゴのね、帽子よ、マーゴの帽子、ロゴマークの帽子を重ね刺繍で使ってクレイジーピーのロゴを入れてもらうと。これマジかっこいい。これね、その場でちょっといろいろ話して作ってもらったんですけど、めちゃくちゃ気に入ってます。かっこいいんですよ。はい、で文字がピンクで入れてるんですけど、これピンクっていうのはステッチのピンクと合わせてピンクで作らせてもらってます。かっこいいな。はい、でこういうとこもちょっとこだわり入れて、いろんな色は使わない、でも使ってる色で刺繍は入れさせてもらってます。はい、はい、これ結構オーダーする時のポイントになってきます。ありますね、それ。はい、いろんな色使ったらちょっとガチャガチャしちゃうので、はい、そこら辺を統一させて。そうです、プロだわ。でこれもね、あんまりないんですけど、まあちょいちょいやってる人いてるんですけど、クロスウェブでウェブに1日1勝と、これもオリジナルウェブ、僕ので座右の銘ですね。さっきも入ってましたけど、いますね、こういうの。1日1勝っていうね、クロスウェブに入れさせます。でこれも色がグレー、伸ばしてるからね、全然あえてグレーで入れてます。全然かっこいいんですよこれ。めちゃくちゃかっこよくできてます。マーゴさんといえばね、やっぱラベル、ラベルですよ、ね、これ直視で作ったんですけど、これは白にピンクの影でマーゴと入れさせてもらってます。マジかっこいい。これね、めっちゃ気に入ってる僕。マジで形もそうですし、デザイン、革のデザインもそうですし、ツヤも形もすごいし、こんだけパカパカできるのにこんだけツヤあるし、頑丈だし、うん、頑丈、音もめちゃくちゃいいです。革の張りが強いから、マジで、うん、めちゃくちゃいいですね。やっぱこの黒系のオレンジ系と違ってちょっと張りがある革になってる感じですね。多分音が高いと思いますね、呼吸音。めちゃくちゃいいので、いや、かっこいいな。はい、あと忘れてました、このラベルトのとこにね、でっかくシャープ22背番号の方を入れさせてもらってます、うん、これね、でっかく入れることによってどうなるかと思ってたんですけど、でっかく入れて正解。マジですか。こっちの方がかっこいいと思う、うん、ちっちゃいより。確かにちっちゃいって全然目立たないからな。そう、これも唯一無二のね、スーパーグローブができたと思っています。かっこいいっす。はい、これどうですか。ネイビーは本当、革の張りがすごいんですよ、すごいね、黒系は。
めちゃくちゃやばい。光の照り具合やばい。やばいっしょ。かっこいいな。これだけでもう飯食える。飯食えるよね。飯食えます。マジでかっこいいすごい。最高。ということでね、以上で。はい。あったんですけど、どうでしたか？いや、かっこいいわ、マジで。Pさんのデザイン好きだわ。好き？マジ好きだわ。この3つね。はい。また Pさんのグローブ増えたら紹介してもらいたいと思います。お願いします。お願いですよ。翔平 TV なら何でも持ってきます。ありがとうございます。はい。で、Pさんのグローブとかグローブ系動画が人気なので、うん、ぜひそちらの方も概要欄の方から飛びますので、ぜひチェックの方をお願いします。よろしくお願いします。皆さん見てください。お願いします。お願いします。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。